皆さんこんにちは、管理栄養士のぬのめです。私のブログを見ていただいている方は、知っていただいているかと思うんですけれども、今日は私が、第1回の YouTube での投稿になります。よろしくお願いします。今日は第1回目なので、タンパク質について、プロテインについてですね、弊社の、一番人気商品である WPC のタンパク質、プロテインについて、お話をしていきたいと思います。管理栄養士目線ということなので、栄養の方を、メインに、お話ししていけたらいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。プロテインっていうのは、英語で日本語にするとタンパク質という意味なんですけれども、タンパク質は私たちは普段肉とかお魚とか卵とか、そういったもので摂取するんですけれども、食べると体の中で、消化酵素によって分解されていって、20種類のアミノ酸に、なります。なので、その20種類のアミノ酸の組み合わせですとか、そういったことによって体の中で働きが違ったりという、ようなことになります。タンパク質は私たちの体の中に摂取されると、どんな働きをしているのかというと、臓器ですとか、髪の毛とか皮膚とか筋肉とか、いろんなものに、を作る、材料として使われています。でエネルギーの元にもなっているので、炭水化物がね、メインなんですけれども、それに比べると低いんですけど、エネルギーの元ともなっています。で、なので、不足すると、どんなことが起こってくるかっていうと、体全体の機能が、低下してしまいます。で、また、乳幼児ですとか、成長期の子供の場合ですと、成長障害が起こったりですとか、あと開発途上の国とかで、すごくガリガリで骨だらけなんですけど、お腹だけポッコリ出てるような、クワシオルコルという症状なんですけれども、ああいった子どもたちっていうのも、タンパク質が不足している、エネルギーは取れてるけれども、タンパク質が不足していると、ああやってお腹だけがちょっと浮腫が起こってポッコリ出てきてしまうといったような、ああいう状態になったりですとか、高齢者の方ですと、筋肉量がね、やっぱりタンパク質になると落ちてきてしまうので、フレイルティという虚弱というような状態ですとか、筋肉が減少してしまうサルコペニアといったような、症状になる可能性があります。で、逆に、過剰摂取ですね。過剰摂取しすぎてしまうと、過剰に摂ったタンパク質っていうのは、尿中に排泄されるんですけれども、その際には、腎臓を、腎臓によって処理をされて尿になるんですけれども、その腎臓をすごく使うので腎臓に負担がかかってしまう。なので、腎臓病ですとか、そういう腎臓に疾病がある人っていうのは、タンパク質の少ない食事を、しないといけないんですけれども、そういった可能性があったりですとか、あとは、カルシウムを、排泄してしまったりするので、骨粗しょう症につながるですとか、そういった、実はリスクもあります。で、タンパク質を摂取するときの、ポイントなんですけれども、タンパク質を、摂取したときに、ビタミン B6 と言われる、栄養素を、一緒に摂取すると、より、タンパク質、取ったタンパク質っていうのが体の中で、効率よく使われるというふうに、言われています。ビタミン B6 の、多く含まれている食品は、こちらになります。で、あとはタンパク質っていうのは、24時間ずっと分解と合成を繰り返しているので、こまめに時間を空けて、1回にたくさんの量を摂取するんじゃなくって、こまめに、取った方が、効率よく体の中で使われるというふうに言われています。で、よく良質なタンパク質っていう言葉を聞くと思うんですけれども、この良質なタンパク質っていうのは、脂質が少ない、そういう食品、のものを、良質なタンパク質って言います。例えば、肉とか魚とか、卵とか、
まあ、そういった乳製品もそうですかね。まあ、動物性のタンパク質源がまあ多いですね。でもまあ植物性のタンパク質っていうのもすごく貴重で、まあ、植物性の方が動物性に比べるとタンパク質の含有量っていうのは、まあ、少ないものが多いんですけれども、まあ、そんな中でも、大豆はまあ畑の肉と言われているぐらいタンパク質が豊富な食材ですので、まあ、大豆っていうのはすごく、まあ、いいかと思います。あとは、まあ、穀類、お米とか小麦とか、まあ、お蕎麦なんかもタンパク質も実は入っていて、まあ、そういった主食からも、タンパク質っていうのは、まあ、摂取することができます。で、まあ、プロテインに関してなんですけれども、まあ、プロテインもちゃんと、まあ、さっきも言った吸収を高めてくれる、ビタミン B6 っていうのも、まあ、入っていますし、脂質も少ないので、まあ、効率よく、まあ、タンパク質を他のものをあまり取らずに、余分な脂質とかエネルギーを取らずに、まあ、摂取できるので、まあ、本当に用途に応じて、まあ、上手に使っていただけると、まあ、皆さんの体づくりに、まあ、大きく、役に立つことができるのではないのかなというふうに思います。では本日は、第1回目ということでプロテインについてのお話でした。ではまた会いましょう。失礼します。